アルムガルト国軍であるハルダ・アグネス・オーダ・フォン、ズイー・アシュトルプ・フクラムは、ドイツの貴族女性。オランダ女王、ユリアナの姑にあたる。ブラウンシュバイク公国宮廷に、侍従、旧社長として仕えた帝親アシュビン・フォン・クラム男爵と、その妻の伯爵令嬢、ヘートビヒ・フォン・ズイー・アシュトルプ・フの間に、4人姉妹の末娘として生まれた。母ヘートビヒは、ブラウンシュバイク宮廷の高級官僚、カスパー・ハインリヒ・フォン・ズイー・アシュトルプフ伯爵、広司領ベストファーレン州知事リュートヴィヒ・フォン・フィンケ、男爵の孫娘で、バート・ドリーブルクその他の所領の女子相続人であり、父は1881年に、妻方の姓を加盟に加えることを、プロイセン政府に許可された。1905年10月24日に、ハノーファーにおいて、ボード・フォン・エーンハウゼン伯爵と結婚した。夫は、パーダーボルン駐屯プロイセン陸軍第8、骠騎兵連隊所属の士官だったが、アルムガルトは、やがて夫と同じ連隊に所属する、リッペ公使ベルンハルトと不倫関係になり、エーンハウゼンとは子供を設けないまま1908年に離婚した。1909年3月4日にエルバーにおいて、ベルンハルトと再婚し、間に二人の息子を設ける。しかし二人の結婚は、リッペ公家家権のために、貴賤結婚とみなされ、アルムガルトは、再婚に先立つ1909年2月8日に、ビースターフェルト伯爵夫人に女せられるに止まった。その後、1916年2月24日、義兄のリッペ公、レオポルト4世の裁可により、二人の婚姻は、対等結婚として追認され、アルムガルトと彼女の息子たちには、リッペ・ビースターフェルト公後の称号と諸公家の殿下の継承が認められた。1934年に、夫ベルンハルトと死別した後、アルムガルトは父から相続した所領、レッケンバルデを経営しながら、新たな伴侶となった、ロシア人馬術家、アレクセイ・パンチューリジェフと一緒に暮らした。1937年11月、プロイセン州首相ヘルマン・ゲーリングに対し、嫁のオランダ王女、ユリアナやその母親のウィルヘルミナ女王との交際費が深刻な財政的負担となることから、6万ライヒスマルクの貸金贈与を帝国政府に対し取りなしてほしいと願い出たが、この申し出は帝国蔵相、シュベリン・フォン・クロージクによって却下されている。第二次世界大戦後、レッケンバルデが共産化したポーランドに併合されたため、西ドイツへの脱出を余儀なくされた。1952年、長男ベルンハルトより、オランダ領内のワルメロの所領を提供され、パンチューリジェフを伴って、ワルメロの屋敷に移り住み、余生を送った。2番目の夫ベルンハルト公使との間に2人の息子を設けた。アルメノックでゴタ、ゴタ、ジャーマニー、ユストゥス・ペルテス。ピアニッシモ74、76ユーリット、バンデフロンコニングシュースワンケルダティデンズでオリンピシャ、ルターズペラン版1956、スポートジアシデニス、エヌエルハットゲルトユーバーシェア、バンフリートホーゲル、モリア・ジュン、総統からの贈り物ヒトラーに買収された、ナチスエリートたち近世者、2010年、P47 ウィキメディアコモンズには、アルムガルト・フォン・クラムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。